おはようございます。波乗り三昧です。2018年、6月14日7時20分の、仙台新港の波情報をお知らせいたします。今日波サイズ腰腹といったところですね。風は北寄りのオフショーが吹いています。天気は晴れ、北寄りの風のせいでしょうかね、少し肌寒いぐらいな感じで、私はウェインドブレーカーを着ています。70面ぐらい蒲生の方まで、人が入っていますね。今見ていただいている南防波堤の脇に、サーファーいるんですが、たまに、北東のうねりが入っていますね。通り過ぎていった低気圧からのバックスウェル気味の北東うねりが、まだ残っているようです。たまに、いい感じで、波が割れていますね。若干乗り継げる波が今ライドしてる、こんな感じですね。ちょっといいかもしれません。正面なんですが、北東うねり、東うねり、どうしてもダンパー気味な波が多いですね。正面はこのうねりの角度はあまり良くないかもしれません。
今日はオフシャーが吹いてるので少し、乗り継げる波が多めですね。それでもダンパー気味な波が多いので、まあ40点って言ったところでしょうか。波早いですね。感じです。これで、終わりになります。ご視聴ありがとうございました。